ジュニアチャンネル。ブラジルサンパウロ州、はい、総合大学で指導者研修、はい、そこはみんなカズ選手が活躍してたので、はい、ブラジルにこうサッカー選手になりたいって言って修行しに来る子たちがたくさんいたんですけども、はい、私は指導者の勉強がしたくてブラジルに行って、でその時にその指導者として学ぶんだったらお前も一緒に選手たちとやれっていうことで、はい、で向こうであのブラジルでサッカー選手を目指してきた研修生たちと一緒に練習して、はい、でまあいろいろ指導者講習会も受けさせていただいて、はい、はい、あとはそこで指導してくださるスタッフがやっぱりすごくこうブラジルでも実績のある指導者の方なので、はい、はい、まあ、そこでいろいろ自分をプレーしながら学ばせていただいて、サンパウロ FC、はい、そのサンパウロ大学で1年間研修して、はい、言葉もできるようになった後たまたまその他にもこう日本から研修に来られた方がいらっしゃって、はい、でその方の通訳兼自分も一緒に学ばせていただくという形でサンパウロ FC、 言葉ができるようになってからサンパウロ FC に、はい、研修させていただいて、はい、ブラジル代表の僕リバウドめちゃめちゃ大好きです。はい、大好きですね。はい、いい選手ですね。はい、僕も大好きです。バルセロナで最後、ね、はい、そうです。が育ったサンタクルス FC、はい、ですとかナシオナル、はい、ナシオナルっていうのはサンパウロ市内にある、はい、ちょっとこうミドルクラブみたいな感じなんですけども、はい、の3つの異なるクラブで選手育成の研修を受けてた、はいはい、その、中学生とか高校生がどういうふうにサッカーの指導を受けているのか、どういう環境でやっているかとか、まあ、そういうのを向こうで、はい、いろいろ企画対象しながら学ばせていただいた。日本の指導とブラジルの指導で大きく違うところってどんなブラジルの場合はそのクラブに入るには、はい、やはりセレクションしないと入れない、そのもちろんそのサンパウロ FC なんかは、はい、もう何百人何千人の中からこう選ばれている選手ですし、逆にそのナショナル FC なんかはそういう大きなクラブのセレクションに受からなくて、でもサッカーのやり方を求めてまたこうここから流れてきた選手とか、でまた来た選手もどん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 こう入れ替わったりするので、はい、中学生高校生でも、まあ、次の月にはそこに入れなくなっちゃったりとか、はい、またもうサッパリシーなんか特にもう毎週のようにやっぱりこう選手がどんどん新しくテストを受けに来るので、はい、だからまずそこのスタートの時点が違いますよね。我々アビダスの中学生の方は、はい、うちはセレクションやってないので、はい、例えば中学校の部活だと早退が終わるともう引退みたいな、はい、そういう、まあ、習慣というかそういうのが日本の一般的な考え方なので、はい、私はそういうできない期間ってほとんどなくて、ちゃんとこの中学校3年間なら3年間みっちりちゃんとこうトレーニングとか試合を積み重ねていくっていうところで、すごく大きな差を感じました、はい、まあ、今も日本はクラブチーム増えてきましたけれども、それでもやっぱり受験っていうものがあるので、はいはい、その受験期には半年できなかったとか、はい、3ヶ月4ヶ月できなかったとか、ブラジルもその年間の中の1ヶ月ぐらいのオフっていうのがあるんですけど、はい、でもちゃんとこう毎年こうしっかりこのトレーニングして積み重ねていける環境っていうのは、やっぱりこうブラジルでも30年近くも経ちますけど、はい、まだやっぱり違うのかなと思います。ジュニアですからそれだけの競争じゃないですか、はい、ジュニアはどんな感じなんですか。ジュニアは逆にジュニアユースの途中からそういうサンパウロ FC に入ってくる子も、それまではこうフットサルをちょっと多めにやってたりですとか、はい、うん、特にこう地方の田舎の方にいる子たちなんかはストリートサッカーとか、はい、その町の小さなクラブでサッカーもやりながらフットサルもやったりとか、そういう、こう柔軟な環境でやってる子も結構いました、ね、
でその中にフットサルだけではなくて海岸の地域に住んでる子たちとかは、はい、ビーチサッカーもやってたんですとか、はいはい、あと、まあ、有名なところでサントレス FC なんかは、はい、やっぱりその港町でビーチもたくさんあるので、はい、サントレス FC に入ってくるようなそういう大きなクラブの子たちもジュニアユースとかユースの年代ですとビーチでトレーニングしたりというそういう環境もありましたので、チーム数もめちゃくちゃ多いんですか。ブラジルは数えられないと思うんですけどもうその当時私がブラジル行ってた頃に、はい、もう600から700ぐらいクラブがあるというふうには聞いてました。で独自の色を皆さん出されたり、そうですね、クラブによってもそうですし、やはりそのブラジルも本当にこう州がもう二十何州あるので、はい、国土も日本の、ね、本当にすごい何十人の人ぐらいかな、はい、それぐらいの広さがあって、で州によってもちょっとこうサッカーのスタイルが違ったりとかそういうのもあるんですよね、はい、でブラジルの南部の方ですと寒い地域はヨーロッパ系の移民の人もいて、やっぱその、屈強な、ね、フィジカルをこう生かした、はい、ちょっとこうロングフィールドなんかに対応したりとか、はいはい、逆にこうリオとかブラジルの北部のメルベッシュっていう暑いところは結構ボールを動かして、はい、ボールはよくブラジルでは汗かかないと思うんですけど、はいはい、ボールを動かしながらこう結構ちょっとこうテクニックを大事にしたりしたり、逆にこうサンパウロはこう、まあ、東京に行きますけどすごく組織的なサッカーをするチームを、なんかその地域とか州によってやっぱりサッカーのスタイルとか特徴も違うものがあるなと思いました。なるほど。で、古川さんはそんな中何をチョイスして日本に持ち帰ろうかなっていう、ブラジルでやっぱりその、はい、まずそのブラジルに行って感じたのは魅力ある選手が多い、それはプロの選手もそうなんですけど、サンプレシーで研修させていただいた時も、はい、その育成年代にやっぱりめちゃくちゃうまいなって思う選手がたくさんいて、はい、でそういう子たちとこういろいろ話をするともうやっぱりそのフットサルをやってきてる子が多かったり、さっきお話したビーチサッカーも僕の間にこうたくさんやってたりとか、はい、まあそのストリートサッカーっていうかブラジルは公園に行くと必ずサッカーコートあるんですよ、はい、で必ずゴールもあるんですよ、はい、で日本だとやはりフットサルコートとかそういうところに行かないとゴールもなくなる、はい、でそこにはやっぱお金を払わないとできないような感じがあって、ブラジルは公園に行ったら誰でもできるんですよ、ただ でそこにいろんな人が集まってきて、中にはその日に初めて会う人もいて、でいろんな年代がいて、例えば30人ぐらい集まると、はい、何チームかになってくる、勝ち残りでこう試合してくるんですよ、はい、そこにはもう常に真剣勝負があって、はい、でそういう中でこうみんな競い合って遊びながら競い合ってうまくなっている環境があるんだなと思って、はい、でそこもなんだろう、ただこうパワフルに闇込みにシュート打って勝っても何やってんのみたいな雰囲気になるんですよ、はい、そこにはやっぱりそのいかにこう相手を攻略するかっていう、ちゃんとその真剣な勝負の中にみんながこう遊び心っていうか、ちょっとこう余裕があって相手をこう騙すプレーとか相手の逆を取るプレーとかで、いいゴールを決めるとこうみんなで喜ぶ、はい、その中学生とか小学生なんだけどそのプレーを見ているとおっと思わされたりとか、あまたこの選手のプレー見たいなとか、なんかそういう、ね、見ててワクワクするような選手をやっぱりこう育成できたらなっていうふうには、はい、ブラジルから常に思います。なるほど、はい、そういう意味合いでフットサルとビーチサッカー場、はい、はい、そうですね、これはもう必須だったんです。そうですね、この場所には、はい、例えば、まあ、まだ今日本でもそうですけど、やっぱり小学生とか中学生って体格差とか成長の差ってあって、はい、やっぱりこうフィジカルの差当然出ますよね、体格の差も、はい、そうするとやっぱりこう普通のサッカーだとそれでなんとかなっちゃったり、そのフィジカルがあってスペナルチームが強かったり、でもヘッドサルっていうのが狭いから、はい、ちょっとこう体のちっちゃい子とかスピードない子でもやり方によってはなんかこうね、引っ越した試合なんですけど、ビーチなんかはやっぱりこうスピードだけじゃ思い通りにボールも転がらないので、そこでこう一回止まって
結構ブラジルのいわゆるジンバで相手をこう惑わすフェイントですね、そのステップとかフェイントをこう出せるような場面が出てきたり、あとは特にまあビーチなんかはあとこう浮き球のプレーに対応できたり、まあ、そういう環境がなおかつこう裸足で、ね、幼少期からたくさんボールを触れるそういう環境がやっぱりこうすぐあの1年2年で成果は見えなかったとしても、はい、何年か継続していくうちにやっぱりこう大きな差として出てくるんじゃないかなっていうのをすごく感じて、はい、ただもうフットサルビーチは育成年代では絶対取りたいので、あの私もブラジルに行ってなんでこんなにブラジルって面白い選手が湧いてくるんだろうってもうすでにこう自問自答してて、はい、まあ、たくさんその理由はあるんですけど、その中のやっぱりこう大きな2つにやっぱ幼少期にフットサルをたくさん経験してフットサルの試合もたくさん経験している、でなおかつやっぱビーチサッカーもやってるけど、この2つが、うん、やっぱりこうブラジルからいい選手が出てくる大きな要因なんじゃないかなと思って、はい、それをやっぱりこう日本でも、まあ、実験というか、はい、やってみたいなと思って、謎が一つ解けたなぁ。この遊びの中に真剣さがあって、その中で崩しとかアイデアが生まれて、ただ勝つんじゃなくてアイデアで勝っていく、そうです、遊びの中で、はい、そこから魅力ある選手が出てきてるんではないですか、ナチュラルな自然な面白い選手が出てきてくれたらいいなと。なるほど、いろんなあんな選手こんな選手ブラジルの過去の選手、はい、今頭に思い浮かびますね、はい、そうですね、うん、はい、いやマジ面白い話だ。そんな情熱がジュニアUSにもどう影響しているかっていうところは近日公開です。スゴー農園の提供でお送りしました。 Whoa!